夜間型のメロンパンが新発売されたということで、メロンパン好きの村星理樹が早速ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。お、お茶風味ということで、いやもう見た目もね、いやすごいんですよ、開いちゃうなんて、いや今時のメロンパンはすごいですね。ということで皆さんもぜひお試しあれ、夜間とアイドル。メロンパンです。こちらはですね、こちらもメロンパンも小さい時から好きで、で本当にそれこそ中学1年生でこのグループ入ったんですけれども、その自己紹介の時にメロンパン大好き不思議ちゃんなリジュですっていう歌を載せて自己紹介してたくらいにはメロンパンが好きだったんですけど、最近なんか趣味を増やしたいって思ったんですね。はい、それで私のインスタグラムの方でハッシュタグリジュのメロンパン巡りっていうのっていうタイトルをつけて、いろんなコンビニやスーパーだったりパン屋さんのメロンパンを食べて記録していくっていうのを不定期でやってます。不定期なんですね。はい、メロンパン、うちの、メンバーの青いルリが毎日、今日のルリグミ、グミが大好きなんでルリグミっていうのを毎日やってるんですけど、メロンパンってなるとちょっとカロリーだったりとかも、ちょっといろいろ気にするところもあるので、まあ、1週間に1回できたらいいなと思って、今も溜め込んではいるんですけどっていうのをやってて巡ってます。特にお気に入りのメロンパンのお店とかってあるんですか？今のところの一番、載せてある中での一番はセブンイレブンさんのメロンパンです。そのコンビニエンスストアのところでもいろいろと味は違うんですね。そのセブンイレブンさんのメロンパンは全部がふんわりなんですよ。そのよくメロンパンって外側はさっくりだけど中側はふんわりっていうのが多いと思うんですけれども、そのセブンイレブンさんのメロンパンはもう全部が、外側も中身も全部ふんわりな味で、しかもお味も優しいっていう、なんか結構優しく食べたい、優しく食べたいってちょっと言葉変なんですけど、ほっこりしたいなって時はメロン、セブンイレブンさんのふんわりメロンパンを食べるといいのではないかと、おすすめです。ちなみに私がメロンパンを食べていると途中でどうしても飽きてしまうというのがあるので、村越さん流のメロンパンの正しい食べ方とかあるんですか？飽きちゃう、私飽きるってことあんまないんですけども、紅茶と一緒に飲むと甘いのと、甘いの食べてあちょっと飽きてきたかもと思ったら紅茶のちょっとした苦味じゃないですけど、それと一緒に合わせながら飲んで食べたりすると結構ちゃんと最後まで食べれると思います。なるほど、紅茶ですね。はい、牛乳と行くことが多いので、紅茶にした方がいいかもしれない。そう、牛乳も甘いじゃないですか。そうですね。なので牛乳じゃなく、牛乳もいいと思うんですけど、合うと思うんですけど、だってパンと牛乳って合うじゃないですか。そうそうそう、なんですよね。すごいその組み合わせもすごいいいなって思うんですけども、結構紅茶結構おすすめです。あ、ありがとうございます。私それちょっとできないかもしれないって思った時に、あ、Vlog を作ろうってなったんですね。この番組はひろみさん、まるえんさん、アッサーさん、シグさん、だいだいパンパンさんの提供でお送りしました。本日もありがとうございました。